壊れた大地。9ヶ月前、Anna was training to be a veterinarian when the war broke out. The Germans were only 20 miles from Paris when she received a letter from her father. He was in good health, but implored her not to return home to Belgium until the war's end. Patience, however, was not one of Anna's strong suits.ちょっと待て、なんだその鳩は。ダメだぞ。これで撃ち落としていいのか。そこだ。よし。あの電球は、これ9ヶ月前ってことは、まあアンナの、アンナがなぜあの車でみんなを迎えに来たというか、ちょうど偶然出会ったかという話の流れかな。おいよ。鍵を持って、鍵開けちゃうぞ。よし。私はちょっと出かけてくるぞ。バツのレンチか。バツのレンチはどこだ。あ、いっぱい落としちゃった。四角いレンチが必要だ。よいしょ、うん、ほんで水を出して、三角のレンチがないな。医療が必要。ちょっと待って、どうしたんだ。何でこれ。バッツ、バッツ。もう大丈夫だと言いたいが、もうちょっと、バッツ、バッツ、音ゲーみたいになってるぞ。どういたしまして。これなんだ。これに水を汲むのか。ドイツ軍パリ目前。水をセットして、三角のレンチがどこかにあるはずなん。あ、そういうことか。エンジンがオーバーヒートしてから水で、三角、これで代用できるか。あ、これで代用できるな。よいしょ、水が出たぞ。で、水を汲んで、よし、冷やすぞ。よいしょ。さあ、行くぞ。お、あ、運転きた。てててててて、おお、おお、またか。あー、危ない。真ん中ダメで、左が来る。さあ、ふう、やっぱりそこか。よし、真ん中、てててててるて、右、右、おお、一番左へ。タルが、タル、タル、タル、お、車、おお、てて、おお、イエス。あー、ダメ。よっし、オッケー。てててて、て、あ、右。あ、ゆったりしてるじゃないか。寄ってくるんじゃない、バカ野郎。
運送一緒に運転しようじゃないか。うわってやってくる。なあ、あお前らまっすぐ運転しろ。よし、左、いや右、真ん中、両サイド、よいしょ。あ、ここ最後はどこだ。一番左、ああ足る、真ん中、右、よし、左右から、はい。 September 7th, 1914. Taxis drove all night. Anna was proud to help the soldiers reach the front line.When Anna arrived at her destination, she discovered the horrible truth with her own eyes. みんな死んでる。フランス・マルヌ。おお、誰か怪我してる。大丈夫か？飲め。おとげに。どう。今度は足か。まる。よいしょ、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 よいしょ。膝治療完了。7 months went by. Driven by compassion, Anna devoted herself, body and soul, to healing the wounded and the sick. Every life saved was another small victory over the war. The conflict, however, raged on. ここはベルギー・イーペル。怪我人だらけじゃないか。ノコギリが必要。靴下。あった。丸、バツ、丸、嘘、切ってる、以上、バツ、四角、あ、バツ、四角、バツ、包帯、丸、バツ、バツ、もう大丈夫だ。大丈夫かお前。うん、本当に大丈夫なのか。違う、攻撃じゃない。松葉杖が必要。水が欲しい。水はどこ。十字架。
ちょっと待ってくれ。よいしょ。包帯がないとダメ。あ、これで松葉杖がもらえる。松葉杖かこれ。水がどこに。スコップ松葉杖か。水なんかあったか。あったな。手順的にはよいしょ、外にね、水を出す引くやつがあったから、どうやって外側に回るかだな。オッケー。あ、でも止まっちゃうか。先に瓶を設置しておかなければならないな。よいしょ、待ってくれ、今すぐ行くから。よいしょ、よいしょ、入ったぞ。こっちに何かあるか、うんうん、マフラーがある。お待たせ。はい、これは木は倒せるのか。攻撃して、うっ、うん、何か。何か木を倒せそうなものがないのかな。斧、スコップ。ちょっと待ってくれよ。あのノコギリはまだあった。よし、ノコギリで切って、よいしょ、マフラーゲット。今行くぞ。よし、早いぞ、早い。お、早い。どこだ。橋の下にいるか。ドイツ軍じゃないか。早い。
銃弾か。The French officers were talking about Belgium. The German army was about to experiment with a new weapon near Ypres, Anna's hometown. Papa! Anna got en route to warn her father about the imminent danger. Reaching the outskirts of the city, Anna was greeted by the screams of sirens. The deadly gas was already here.大丈夫よ、この先に進んで。子供が、上に母親がいるのか。やばいやばい。上から登って窓から座って入るぞ。心臓が止まってる。歯車が全部小さすぎるんじゃない？よし。うわ、重い。の重いぞ。これをここに。そしてあともう一つ足りないな。もう一つ中ぐらいの歯車が必要なんだが、上かな？よいしょ。なんか叩いたら落ちてきた。これでよし。よいしょ。うわお。そういう助け方だったのね。なんだ、声が聞こえるぞ。大丈夫か。足が折れてるな。同情し、
た包帯で止めて。もう大丈夫だ。やばいぞ。嘘だろ。死兵器が落ちてきてる。助けを求めてるな。このまま行っちゃうとあれだから。左に何かあるか。何も入ってない。上行って。コーヒーカップじゃなかった。携帯便器って書いてあった。うん、おーし、鍵をゲットした。怪しいと思ったらまず殴るって感じかな。どうやって彼女を助ければいいの。よし、こいつだ。下に行ける。なんだこれ。8、3、8、1、4、3、8。でもあの音した絵は何か書いてあったかな。2、6、1、4、2、6、1、4、3、8。それとも回す順番かな、これ。1回目が4で、2回目が6で、3回目が8。4、6、8だ。4。6、8。よし、開いたぞ。なんだこれは。あ、お父さんの設計図じゃないか、兵器の。化学式。よし、あれはどうやって、あ、上に持っていけるわけだ。で、手榴弾が使えるようになる。早くしないとここも安全じゃない。やばいぞ、時間がない。お母さん帰れ。早く早く、もたもたしていられないぞ。爆弾は井戸に繋がってるやつだな。よいしょ、 OK。 どこから爆発させられない。よいしょ、よいしょ、こう。開いたぞ、お母さん。ほっ、ほっ、ほっ。
Eso, eso. Oh. Gracias. Eso, eso. Eso, eso. Yo, eso. Tú, ha. The governess revealed to her that her father, an eminent scientist, had been kidnapped by Baron von Dorf, who was eager to use scientific advances in warfare. Anna set out in pursuit of the Baron and encountered Emil and Freddy. Ah, ここに繋がるわけだな。Destiny brought them together. They had survived the enemy's wrath, their gunfire, bombardments, gas attacks. Now, with her father within reach, Anna wasn't going to let him slip away.